おしゃれです。はあ、もう雰囲気が違いすぎますね。雰囲気がありますね。もう全く違う世界。見学会は多分1年中全部行きましたね。家を決めるときはもう本当ネット釘付けで、次会うときまでにここ決めるみたいな。隅から隅まで見ました。いろんな家の方の真似して、ちゅうか、今もう入り口で雰囲気に飲まれちゃう。なんかうちにはないですね、このなんかこの空気っていうか、もううちがなんか1階がちょっと明るく作っちゃったんで、この入った瞬間のこのね、おおっていう重圧感が今ありましたね。はい、それではツアー1段目、伊藤様のお宅です。よろしくお願いいたします。お願いします。とってもね、素敵なお宅なんですけれども、なんかもうイメージするところってあったんですか？はい、おばあちゃんのお家のような懐かしいものが好きですっていうのを伝えて作っていただきました。なるほど、はい、皆さん、今までとね、割と違う感じかな、お宅かなっていうふうにお見受けするんですが、そのあたりはいかがですか？そうですね、やっぱり、伊藤さんのおっしゃられたように、どこか懐かしさの残る、インテリアということで、設計させていただきましたけれども、はい、立地がまずちょっと住宅地になりますので、はい、そちらの住宅地 の、 マイナス点をプラスに生かすような、コートハウス風の間取りになっています。とても素敵ですね。はい、それでは山下様にご登場いただきましょうか。それではお願いします。山下さん、どうぞ。お邪魔します。お邪魔します。すごいですね。あ、黒板って。そうです。あ、こちらはまずここにピンナップボードを作りまして、ご家族 の、 伝達事項だとか連絡事項だとかを、はい、ピンナップにするスペースになってます。これちょっとすごい、私大好きなんですけど、伊藤家の家訓が貼り付けてあります。なんかお出かけするときとか行ってきますよ、家訓って。もうだいぶ慣れてしまったので。そういうことで、うちもなんか黒板的なもの作ろうかなって言ってたんで、もううち冷蔵庫に貼りまくってるので。そう、それがね、そう、どんどん増えるので、うん、はい、ちょうど入り口でさっきちょっと気になったのはこれ。あ、はい、うん、それですか。これ、はい、これです。これ火鉢なんですけど、ごめんなさい、前はすぐですこんな風になってまして、冬になると炭を起こして、お餅焼いたり、焼き芋したり、ちくわ焼いたり、子供が炭を起こしてけば勝手に焼いて食べてます。マシュマロ焼いたり。そうですね、僕、肉焼くかってさっき言ってたら。肉はダメなんですけど、煙が少ないもの限定です。はい、いや、ちょっと。はい、なんか、お酒好きなんで、ずっといそうな。あとこちらの棚も、そうですね、手作り感が。ちょっと見たことないです。うちのショールームの、カタログとかパンフレットを立ててる、はい、打ち合わせ席にあるものを気に入れられて、で作りました。あ、 あとサッシを床から天井まで、天井までずっとサッシにしてあげたり、建具も天井までさしてもらうことで、開放感が得られるっていう。今日雨降ってますけども、天気のいい日とかどんな風にお使いになってらっしゃるんですか？網戸も開け放して、部屋とのつながりで、子供は行ったり来たり走り回ったりそうですね、ます、はい、中庭かってかっこいいね。その中庭もここがキッチンが一段こう下がってきますよね。でこう下がって中庭をこう覗いてあげると、台所に立っているお母さんとここで座って食事をしている子どもたちとの目線がこうあって、本当にここからの景色がいい感じですね。あ、この感じがして、こんなで本読んでる。こんな感じですね、いつも。あ、いいですね。落ち着きますね。落ち着いちゃうんです。
きな CD かけたりして、ずっと。なんかこう、ごそごそしながら、外見たり。あ、これ落ち着きますね。そうですね、ちょっと背もたれもあってちょうどいいですね。そこになんか、つぼしみたいなの。確かに、ここから動かなくなりますね。あとなんかご自慢のね、ルームになるということなんですけれども、はい、ルームをね、はい、やります。自慢です。はい、音楽室です。どうぞ。あ、なんかあの、違うくない？響くっていうか、防音の時って扉は普通なんですか？一応ですね、防音用の扉ってことですか？そうです、そうです。一応防音でなくて、ガチャッとの、しっかり閉まるようになってます。なんかすごいですね、なんか空気が違うんで。自分で作られたんですか？それは、あの毎年1枚ずつ写真屋さんに頼んでパネルをお願いしています。これもすごくいいアイデアですよね。なんかお子さんもね、自分の写真飾ってるの嬉しいですよね、きっとね。本当にね、全体的におしゃれですよ。おしゃれですね。うちとはもう多分色合いがもう完全に違いますね。多分このクロスの感じがなんか見たことないですね。違う、色ですかね。床はもう同じ感じの色ですもんね。和室があるからですかね。そうなんですね。そうかもしれないです、うん、床ももう築4年ぐらいになりますけれども、すごくパイン あのいい感じがこう出てきていて、多分ね、ただ10年も20年後は楽しみですね。なんかね、楽しみですね、うん、どうなってるんでしょう、うん、変化していくのか、はい、塗り直したりとかはしてない、してないです。うん、大きな傷がついたところには少しだけ塗料を乗せてはいますけど、よく見ると傷だらけです、とてもいい味がしますね。もう傷も味になりますからね。そうですね。なんかうちは割と物が多くてごちゃごちゃしてるんですけど、結構すっきりされてるので、ぜひ参考にさせていただきたいですこれで子供が山に行って拾ってきて、帽子がついてたからお母さんあげるって言って、帽子付きのやつをくれました、ちょうど、はい、こういう通信機器がこういうふうに綺麗に隠してあって、すごい綺麗ですね。完璧、私わかんないけど、あの先ほどの、ね、ファイルとかのアルバムとかもそうですけど、本当にきちんと整理整頓されてますよね。そうなんですかね。一回失礼していいですか。どうぞ。失礼します。いいですね。使ってますか。使ってますか。使ってます。あ、本当ですか。うちもう全然使ってないんですよ。5年生のお兄ちゃんは一人で寝てますか。一人で寝てますね。これすごくない。ボードとカーテンの色を合わせたりしてすごくおしゃれですね。全部に合わせて統一されてるんです。青がいいって、いいって、好きな色選ばせて、あとは100均とかで探して揃えていきました。ああ、かわいい。黄緑が好きということで黄緑にしました。また全然感じが違いますね。黄緑です。すごいです、男の子もね、3年生だからね。お出かけする前はね、いつも寝室に食べてもらえる。すごく物が何もないで広く感じますね。隣にクローゼットがあるんですか。ウォークインクローゼットですけど、伊藤さんとか特別です。素晴らしいですよ。余ったハンガーを下にかけられるって、そう本当に整理するときっちりですね。すごいなんか勉強になりました。すごい綺麗。うん、やっぱりいいですよね。アーデンハウスの家って、なんか先輩の家とか行っても、なんかかしこまった家ばっかりっていうかね。うん、なんか
落ち着きますね。落ち着きますよね。やっぱ木がいいなって思う。伊藤さんは最初にこうアンフェンさんにこう決めたきっかけっていうのは何だったんですか？前住んでいたお家の近くでやっていたオープンハウスに行って、うん、一目惚れです。なるほど、はい、でもそこそこ気に入っちゃったんですね。はい、気に入って2日間連続でお邪魔して、はい、あ、そうなんですか、2日間って思って、はい、はい、決めました。そういう出会いが、いい出会いがあってね、はい、こんな素敵なお宅ができたってことなんですね、はい、ありがとうございます。すいません、伊藤さんどうもありがとうございました。素敵なところをご紹介いただきまして、山下さんもね、非常に参考になることがあったということなので、またご自身のインテリアにもね、お気になっていただければと思います。じゃあ、あの、伊藤さんどうもありがとうございました。では次の2軒目の山下さんの宅にこれから出発したいと思います。では出発します。レッツゴー。